なんとこちらはですね、あのモーセさんがですね、手掛けたスペシャルなモデルでございます。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。名古屋のオットリーヤギターです。いつもオットリーヤチャンネル見ていただき本当にありがとうございます。もしですね、チャンネル登録をされてない方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録も、そして高評価ボタンの方もですね、ぜひお願いします。このいいねっていうボタンがありますので、はい。そしてですね、このチャンネル登録者数がですね、この1万人をですね、達成した際にはですね、このビッグなプレゼントをですね、企画しておりますので、ぜひまだチャンネル登録をされてない方は、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日もですね、素晴らしいギターご紹介させていただきたいと思います。本日ご紹介させていただくのはこちらでございます。ヘッドウェイカスタムショップ HD280 カスタムというモデルとなっておりまして、こちらはですね、なんとあの百瀬さんが手掛けたですね、スペシャルなモデルとなっております。はい、こちらはですね、2018年製のモデルとなっておりまして、スペックの方ですね、簡単にご説明させていただきます。まずこちらトップ材、こちらはですね、アディドンダックスプルースを使用しております。もう高級材ですね。この色白のですね、このアディドンダックスプルース、もう本当に美しいルックスでございます。そしてこのサイドバック、こちらの方はですね、このマダガスカルローズウッドとなっておりまして、もうあのハカランダに次ぐですね、もう超高級材となっております。はい。そしてネックの方、こちらの方がホンジュラスマホガニーです。そしてこの指板とブリッジの方はエボニーを使っておりまして、もう最高級なですね、この仕様を贅沢に使ったモデルとなっております。はい、このトップ材のですね、この裏側にはですね、あの百瀬さんの直筆のですね、サインの方がしっかりと入っております。はい、でこちらヘッドの方ですね、こちらの方はペグの方が、オープンバックのペグが搭載されておりまして、そしてですね、このヘッドにはですね、このロゴがないタイプになっておりまして、バックにですね、ロゴが入っているタイプとなっております。はい、もうこれはですね、あのマーチンの、D28 の1930年代のスタイルとなっておりまして、非常にシンプルかつ、美しいルックスとなっておりますね。はい、でこちらスケールの方が約645で、ナット幅の方が約43ミリほどです。シェイプの方はですね、ゆるい V シェイプといったところで非常に握りやすいグリップをしております。はい、コンディションの方なんですけども、こちらは2018年製ということで、まだ去年のですね、暮れに前のオーナー様が新品でご購入されたばかりのですね、もうほとんど新品同様といっても過言ではないぐらい、もうニアミント品でございます。はい、ですので新品のですね、ご購入をお考えの方にはこれはかなりお買い得だと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。はい、ではですね、早速サウンドの方をご紹介させていただきます。もうさすが百瀬カスタムでございます。もうこのアディドンダックスプルースとこのマダガスカルローズとか相まってですね、非常に素晴らしいサウンドです。低音から中高音、本当にうわさすがだなっていうですね、サウンドでございますので、ぜひ聴いていただければと思います。
い、ありがとうございます。いかがでしょうか。まずこの低音ですね、わかりますか。もうこのお腹にビンビン伝わっていきます。素晴らしい低音ですね。そしてこの中高音、サスティン、このきらびやかなですね、この中高音も本当に素晴らしい音色でございますね。またこのアディドンナックということで、非常にこの粘り気があるこの低音も本当に魅力的でございます。といった感じで素晴らしい音色でございます。では次は指弾きで弾いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。このアルペジオ一音一音非常に綺麗にですね、しっかりと鳴ってくれる、そんな素晴らしいギターじゃないかなと思います。はい、もうピックを使ったコードストロークでもいいですし、こういった繊細なアルペジオまでオールマイティにですね、お使いいただけるのがこのギターの素晴らしいとこじゃないかなと思います。はい、なんといってもですね、こちらもヘッドウェイの中で もう別格です。この百瀬さんが制作されたギターっていうのもですね、 この先ですね、もうどんどん価値が上がっていくギターになりますので、ぜひですね、ヘッドウェイ好きな方、もう百瀬さん好きな方はですね、これを機会にご検討していただければいかがでしょうか。はい、もう本当に素晴らしいギターでございます。こちらのですね、ギターの詳細につきましては欄外に J ギターのページのリンクの方が貼ってありますので、ぜひそちらの方からですね、ご確認の方をお願いいたします。はい、ということで本日はですね、ヘッドウェイ HD280、百瀬さんスペシャルをご紹介させていただきました。本日もですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。おっとりやギターでした。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。